石川信義2020年7月2日は、精神科医、三枚橋病院創設者、群馬県気流市生まれ、気流中学卒、海軍兵学校78期、旧制、第二高等学校を経て、1952年、東京大学経済学部卒業後、安田生命保険に入社。しかし、医者になるため数年で退社し、東京大学医学部に入学。 スキー山学部に所属していた1961年には、第5次南極地域観測隊に参加した。1962年卒業、精神科医となり、東京大学附属病院神経科、東京都立松沢病院に勤務。同病院には4年ほど勤務するが、このうち1年間は、ライシャワー事件を起こした青年の主治医を務めた。また、1965年の、 東京大学カラコルム遠生隊に加わり、副隊長、東半隊長を担った。1968年規制の病院に見切りをつけ、志を同じくする数人の看護者とともに、日本初の完全開放による精神病院の実現を試み、群馬県大田市の郊外、山陸の小高い一角に3枚橋病院を創設。病院は、 解放病棟の先駆けと言われ、ディスコも常設し、自ら DJ を務め、男女の交際も自由とするなど、精神病院の自由、解放化、精神障害者の地域化運動に尽力した。禁煙するまで、ショートピースをまなきしていた。病院から引退後は、児童相談所で仕事を続けていたが、2020年7月2日、 長期闘病中であった持病の癌で容体が急変し、急性、去年89歳、葬儀を望まない本人の医師により、家族葬で見送られた。息子に、詩人、臨床心理師の石川厚志、ライムスターの宇田丸がいる。平日は、病院のある群馬で暮らした石川は、週末、自宅に戻ると、家族で食事会を開き、近況報告を兼ねて、 社会的弱者のためにどうしたらいいか、偏見というのはどういうものか、など自分の目指すところを話した。そんな父のことを、うだまるは父から学んだ考え方は僕のベース。心から尊敬していますと明かし、破天荒で漫画の主人公のような人、周りに人が集まってくる、スーパースター体質とも表している。ありがとうございます。